よう、エギルニー・クライン。おう、キリトか。二人揃って何してるんだ？ちょいとヤバ用でな。町の西にある民家にアイテムを届けに行くんだ。ああ、それって確か鑑定スキルに補正がかかるアイテムが手に入るクエストか。ついでにその近くにあるレストランでラーメンらしき食い物が食えるらしいから行ってみようと思ってよ。へえ、ラーメンとは珍しい。このゲームにもあるんだな。暇ならお前さんも付き合わねえか。 SAO の時に食ったアルゲートそばの二の舞はないよな。それも受け入れるのが新規開拓の醍醐味よ。そうだな、興味あるし俺も行くよ。よし、そんじゃ出発だ。確かこの辺りに。そこじゃねえか。店の前に何人か並んでるぜ。おお、間違いねえ。ここがラーメンの出てくるレストランだ。列ができてるってことは味に期待ができそうだな。その代わり少し待つことになっちまうがな。なに、この程度の列、SAO を買うために並んだ時に比べりゃ何でもねえ。ん？向こうにいるのって。どうした？ほら、あそこを歩いてるの。お？プレミアちゃんじゃねえか。こんなところも歩き回ってんのか。そういえば前も町の外れで会ったことがあったな。そうだ、プレミアちゃんも誘わねえか。果たしてNPC の口に合うかな。それ以前にラーメンを知らなそうだけどな。よし、呼んでくるよ。おい、プレミア。あ、珍しいところであったな。私ですか。ああ、ちょうど俺もクラインとエギルドで出かけてきててさ。これから食事をするんだけど、よかったら一緒にどうかな。食事？うん、ラーメンっていう食べ物なんだけど。食事一緒に。ああ、向こうで二人が待ってる。行こうぜ。うまかったな。ああ、VR の技術はここまで進歩したんだって感心するよ。ゲームだけに限らない。別の可能性を感じるよな。ただよ、俺としては VR でうまいものが食えるとなると本業に危機感を覚えちまうぜ。リアルじゃ喫茶店を経営しているんだもんな。大丈夫。コーヒーと酒の味に関しちゃ VR はまだまだだからよ。どうだった？初めてのラーメンの味は。美味しかったです。よかったぜ、プレミアちゃんが満足してくれて。それにしてもものすごい勢いで食べていたよな。こう見えてプレミアは食いしん坊だからな。気に入ったならまた一緒に食べに来よう。今度はアスナたちも連れてさ。食事、私が一緒に。どうしたんだよ、よく一緒に食べているじゃないか。いくらうまい飯でも一人で食ってたらうまくねえもんな。飯ってのはやっぱみんなでテーブルを囲んでこそだ。現実じゃお前さんは一人ぼっちだもんね。そうなんだよ、寂しい一人暮らしじゃ飯もうまくなくてよ。っておい、エギル、俺だって彼女や可愛い妹と一緒に飯食いたいわ。ちくしょう。
どこかプレミアの様子がおかしい。一緒に食事することに戸惑ったり、会話が噛み合わなかったり。前もこんなことがあった。ここ最近のプレミアはみんなとすっかり打ち解けていただけに気になるな。